はい、FX 為替チャート .com の管理人です。本日はフィボナッチリトレースメントについて、ご説明をしていきたいというふうに思っております。なお、このビデオにつきましてはあくまでも教育目的でございますので、最終的な投資の判断というのはご自身の判断にてお願いをいたします。はい、これ今見ていただいているチャート、これはですね、もう一番新しいチャートです。本日が9月の29日なんですけれども、ですね、トレンドが比較的出ているチャートということで、このオーストラリアドルのチャートの方を使って説明をしていきたいというふうに考えております。フィボナッチリトレースメントをやっていく上で一番大事な数というのはですね、もうこれは一つです。61.8%ですね。61.8%。これ62%でもなければ61%でもありません。61.8%。という数字がですね、これは基本になりますので、この数字はもうとにかく覚えておいてください。合わせてですね、この61.8%以外に、これを100%から引いた数字ですね、それが38.2%。38.2%ですね。これも38でもなければ39でもなくて、38.2%という数字、これが大切になってきます。はい、で、じゃあ実際ちょっとやってみましょう。とですね。はい、そしたらじゃあここにですね、これ今 GFT のトレードのディールブックを使っているんですけれども、ここのプラットフォームを使って、実際見ていきましょう。フィボナッチの使い方というのはですね、こうトレンドが出てる相場、こう相場が一定方向に動いている場所で成果を発揮します。これ相場がですね、一定方向に動いている時でもですね、例えばこの相場であればもう完全にこういうふうに動いているんですけれども、動いている中でも下がって上がって下がって上がって下がって上がって下がってと、こういう動きをしていきます。なので、一定方向に動いている相場というのも必ずこう戻りがあるわけですね。戻りがあるわけです。で、この場合下向きの相場というのは、いわゆるこのロアローというのをどん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 更新していくと、ロアロー、ロアロー、ロアローと、こうどん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 更新していくことで相場が下に向いていくと、こういうことを一定の方向に相場が向いているというふうに判断をして言っているわけなんですけれども、フィボナッチの醍醐味はですね、この戻りを拾うと、いわゆるこの戻りですね、この戻りを拾ってエントリーをして、そこでもっていい報酬比率の高いトレードに入っていくということができるというのがフィボナッチリトレースメントの最大の利点になっていますね。はい、じゃあちょっと試しにやってみましょう。ですね、じゃあちょっとフィボナッチツールを今使いますね。はい、リトレースメントツールで、例えばこれ、今出しているのはオージーの4時間足ですけれども、じゃあ例えば相場が反転したここのタイミングを見てみましょう。このタイミングですね。はい、じゃあフィボナッチリトレースメントツールを使ってみましょう。これはオージーの4時間足ですけれども、相場が下に向き始めたタイミング、ここローアロー、スイングローのところからスイングハイのところを引っ張ってみますね。はい、するとどうなるかというとですね、見ていただいたら分かるように、ですね、ここ38.2%、これフィボナッチの61.8、38.2、ここのゾーンというのがキーになるわけですけれども、ここのゾーンの一番、奥の深いところですね、38.2%のところ、ここで実際に相場が反転していると、ここにウィグの長いのがいっぱい出てますけれども、ここで一回相場が反転して下の方に向かっていっているというのが見ていただけると思います。はい、で、じゃあ次、実際ちょっと他のところも見てみましょう。この次のスイングハイですね。はい、ここのスイングハイから、次のスイングローですね。ここのポイントやってみましょう。はい、そうすると、でですね、見ていただけると思うんですが、よいしょ。はい。ここですね。なので、ここもですね、実際フィボナッチゾーンの、で、相場が強い時というのはここの、61.8から50の間で反転することというのが比較的高いんですけれども、いわゆるここですね、ここが相場の参加者のプロのセルゾーン、売りゾーンになってきますので、ここで売ってるトレーダーさんがどんどん増えてくるということで、売り圧力が強くなって反転すると、そういった流れになっています。はい、じゃあ他のところも見てみましょう。で、今度は、こことここのスイングハイを、スイングローですね、
ここのスイングローと、ここのスイングハイを見てみましょう。はい。この場合どうなっているかと言いますと、はい、やっぱりここはですね、ちょっと戻りが強かったようで、はい、一番奥の38.2のところまで戻ってきてます。ここがちょうどセルゾーンになってますね。はい、ここのフィボナッチのゾーンの38.2のところでこう反転して、ドカンと戻っているとおなってますね。はい、じゃあ他のところも見てみましょう。というふうにですね、フィボナッチの数字っていうのは60.8から38.2での数字の間で、まあ、反転すると限られているわけではないんですが、ですね、トレーダーさんたちが必ずここで反転するんじゃないかという思惑で売り買いの注文を入れる場所になるので、必ず値段はですね、何かの形で反応するんですね。これここのスイングローとスイングハイをつないだところなんですけれども、見ていただいたら分かるように、この場合はちょうど50ですね、50%のところ、フィボナッチの数字にプラス50%というのが基本になるんですけれども、この50%のところで、相場の方が売られているというような形になっています。でですね、じゃあこれ他の時間足で使えるのかどうかということなんですけれども、じゃあ試しにですね、相場の方をぐぐぐっと縮めてですね、はい、もう少し長いスパンで見るとどうなるかというとですね、そうですね、まあ、これでいってみましょうか。こことここのローとハイを結んで実際どうなるかちょっとやってみましょう。よいしょ、こんな感じですね。見ていただけますでしょうか。はい、でこの場合、結果的にフィブゾーンを超えてここ上の方に抜けているんですけれども、この時点ですね、この時点、相場がこの時点で、チャートを見ているのがこの時点だとするとですね、どういうことが言えるかというとですね、相場が反転しました、戻ってきました。でここで見てくださいね、これ61.8のところで1回ドーンと下がってます。でこれはなぜかっていうと、相場の参加者が61.8%の一番浅いところまで戻ってきたので、セルを売りまかけましょうということで、ここで売り圧力が強くなって1回落ちたということですね。で次ここの50%です。ここの50%を見ていただいたら分かるんですけれども、やっぱりここで値段が反応していると。で、ここの次は38.2%ですね。38.2%、若干ずれてますけれども、38.2%のところでもやっぱり値段が反応しているとこういうふうになってますので、必ずしもこれで一気にまたドーンといくかどうかというのは、もうこれ相場に聞いてもらうしかないんですけれども、フィボナッチの数字を事前に理解しておくことで、例えばですね、まあ、この辺でロングに入るという戦略を取るようなことがあった場合に、この辺まで来てですね、数字がどんどん上に上がっているからといって調子に乗るのではなくて、まあ、逆に言ったらショートの人が61.8%でショートでエントリーしてくるだろうから、ここで1回利食いをしておこうというような判断も材料にも使えるといったことが言えると思います。はい、なので、試しに他の時間指でも使えるんだろうかということで、今、オージーのですね、ウィークリーを試しに出してみました。はい、じゃあ実際どうなるかというとですね、これで見てみましょうかね。よいしょ、これで見ると、ここのハイから、ここのスイングローですね、スイングローを掴んでみますと、はい、やはりここでですね、61.8%のところでこう反応していると。で、取り方にもよるんですけれども、これ、スイングハイではなくて、もうボトムのボトムですね。ここでだった場合にはどうなるかっていうと、まあ、この場合はこっちの方が綺麗に入るみたいですね。61.8%のところでちょうど反応して、相場の方を反転してまた上に上がっていると。というようなことになっています。ですから基本的にこのフィボナッチのリトレースメントっていうのは、1時間足だろうが、1分足だろうが、週足だろうが、基本的には同じように使えます。なので、相場が強い時には、ここの元の値段の61.8%、まあ、つまり38.2%の戻りで跳ね返って上に上がっていくと。ここから奥に行く場合でも、まあ、例えば50%、38.2%、こういったところで、いわゆる売りの圧力であるとか、買いの圧力というのが強くなって反転する可能性が高いと、まあ、そういった形でですね、使っていただけると思います。